はい、で銃を作っていこうかという第2話目になるんですよ、これは。基本的に地道な作業ですよね。で、何やってるんですかっていうと、あのポリゴンの位置を、これであのギズムより具合がいいなっていうのは、このリギングのバーがあるじゃないですか。これを長く出すと、長く持ってくることができるんですよ。長く持っていくことができるから、あのこういう移動とかが、あの何て言うんですか単純な作業で、あの細かくできるんですよねっていうだけの話なんですよ。で、だいたいこんな感じ。場所が数箇所多いんですけど、で、でこのジェットモデラーで、あのラインをも消す消さないですよね。インサートだけどちょっと多いんで、ちょっと煩雑になるから、まず簡単にしたいんですよね、考え方を。で、エイとエッジループコンプリートで、ちょっと余分なとこを消していくんですよ、まず。もう一気にやると分からんくなってしまうから、これで大体あの全部同じですよね。この中に一つのサブツールにしたらいいじゃないですかっていうかもしれないんですけど、さっきマスクとかかけてたから、マスクをかける前にある程度形状を作りたいなというやつですよね。まあこれだけやっておくと具合が、まああれですよ、これでいいかな、インサートすりゃいいかな。マージダウンですよね、要するに。で、いろいろ考えてるんだけど、どうしようか悩んでるっていう部分ですよね。これを、まあ、便宜上とりあえず、まあ、この位置も適当ではあるんで、悩ましいといえば悩ましいですけど、6、2とかから、これを2、234,5,6 ってなってるから、これを、まあ、ちょっと便宜上コピーですよね、コピーして、コピーでペーストですよね。で、それはちょっと、まあ、これ元のやつをちょっと上に持ってちょっと隠しといて、でこれを、マージダウンですよね。マージダウン、いや、これ作ってからのがいいんじゃないのって言われると困るな。マージダウンで、マージで、マージダウンですよね。OK。で、これもマージダウンですよね。これがまたマージで、マージダウンですよね。で、マージダウンで、OK で、マージダウンで、OK。マージダウンで、OK。で、これでワンパーツの中になったんで、比較的作業がやりやすいのは、これだと、これがまあ、ここにあると、ちょっと厄介なんですよ。
それで困ってる部分が、まあ、あとこれは、で、ちょっとこれも色味を一緒にしといた方がいいかな、ちょっと悩ましいんですけど、そう、これでマスクをかけて、これでムーブですよね。で、こんな感じですよ。まあちょっと多めに出しておくと具合がいいんですけど、まあ多めに出しておいて、あれですよね。それで、何をやるかっていうと、これだけ出したら、エディットに戻って、ここか。この辺りですよね。何をするかっていうと、その、このラインが邪魔くさいんで、消したいんですよね。まあ、消すっていうのも方法ではあるんですけど、した方がいいかな。こういうのマスクかけるときに邪魔になってくるんですよ。で、こんなとこはどうでもいいから、何をするかっていうとデリートですよね。何これ。だから面はとりあえず何もしない、ドゥナッシングにしとかないといけない。ドットのところもドゥナッシング。邪魔に問題が起きる場合があるから、なんか、あ、これがあれですよ。今動いたのが、これ Z インテンシティがゼロになったら、あ、これかな。Z インテンシティゼロになったんだよ。なんでこの今ちょっと、なんかズレがあったんですかね。ズレあるんか。なんか膨らんじゃってるな。なんか知らんけど。なんかテーパーがついてるのかな。斜めになってる。なんか具合が悪いな、なんか。なんか斜めに動いたんですけどね、おそらくね。なんか2回に分けて動かしたから、その問題が起きたかもしれないですね。これがギズモがなんかな。ギズモで動かすとおかしくなる状態なんですよね。あ、これ内側にもあるんですよ、そういえば。忘れてた。内側にもあったのを忘れてたんですよ。こういうのがちょっとそのマスクかけるとかかけないっていう時に邪魔くさいんですよね。だからもうちょっと単純なやつで作っておけばよかったんですけど、まあ今更そういうことを後悔してもしょうがないので、これちょっとなんか動かす時にちょっとずれちゃったんですよね。だからZインテンシティをゼロにしてない場合は、こうなる時があったりしてめんどくさいですよね。
で、これで大体良くなったので、これで大丈夫なはずだったんだ。大丈夫ですね、ギリギリ大丈夫ですね。あれ？わ、失敗した。こういう時はレイヤーができちゃってるから、もう一回エディットを押さないといけません。で、まあこんな感じなんですけど、で、どうしようかな。ここにインサートってできるんかな。インサートをしに、どういう順番にしたらいいのかがちょっと読めないんですよね。いやだからこういうのにすっごい頭が痛い。あ、こういう感じになったのか。これは90度だから具合がいい場合がありますよね。で、ここのところにインサートですよね。あ、間違った。ぐらい違うかな。いや、これじゃ多すぎる。まあ大体っていう感じでやってるんですけど、まあこういうデザインですよ。要は。だから CAD でやればもっと細かい、違う数値的に綺麗にというか、数値的に整列させることはできるんですよ。ただ G ブラシはそういうのが、まあ、ありますよ。一応は移動するやつがここら辺に あるんですよ。何だったかな、アライメッシュだったかな、ナノメッシュだかアライメッシュだかなんかで、これ移動させるやつがあるんですよ。要するに鎧とかのチェーンメールとか、まあ、それか同じパターンを複製するっていうやつがあるんですよ。だからそれ数値的に入れるのが面倒だから、それならこれで十分か。そういうのはうまい、CADのうまい方にやってもらうと、もらったらいいのではないかという考えになっちゃうんですよね。で、ここのところを、だからこれで旧メッシュですよね。で、
球メッシュで、まあ、これでもいいんですけど、まあ野球メッシュなんて、あれなんかこんな1個増えた。まあここもデータ的に邪魔っちゃ邪魔なので、デリートエッジループコンプリートですね。ちょっとここら辺は、まあ、これは一緒にしてもいいんですけど、ここ救命車で、何でしたっけ、ポリグループ、ポリグループを、あ、ここじゃない、ポリグループを、ポリグループを作ってるんですよ。ポリグループを作って、で、Qメッシュですよね。Qメッシュで、Qメッシュで、ポリグループ、オールでいいかな。ポリグループオールでいいのかな。まあ、こんな感じでしょうね。まあ、こっちの方が動いちゃった。あ、こっちがなかったのか。あ、こっちがなかったからこんなになってるよ。いや、こういうの困るな。想定外だったってやつですね。いや、まあこれはこれでいいんかな。これがこっちにも線があるから、こっちにも線を足さなきゃいけなかったんですよね。線を足すっていうので、インサートです。で、救命士で、どっちでもいいんですけど、でどっちでもいいんだけど、どうしよう、これこれ。残しとくっていう感じですかね。で、ズームで、ここだけ。ここだけを移動したい。
メージ的にはこんな感じなんですけど、この間にも線を入れるべきだったなと思ってるんですよ今。これで20分なんですよね。20分ごとにオートセーブがかかるという設定になっちゃったのかな。とりあえず1回終了。